こんにちは、TM コアです。先日ですね、お迎えしました、藍染めヤドクガエルのトゥムクマケの、にちょっと変化がありましたので、ちょっとご紹介していきます。実はですね、1週間前に、お迎えしてですね、まあこういう形で産卵床っていうことでね、まあ100均で買ってきたプラスチックの植木鉢を入れてるわけなんですが、1週間でですね、産んでくれました。卵をですね、発見しました。ここですね。ちょっと近くにね、寄って見てみましょうか。はい、ここのですね、この中に見ていただけますかね。ご覧いただけますかね。見えるかな。1,2,3,4,5,6,7,8個、8個の、卵がありますね。ちょっと大きくしようか。こんな感じで、昨日ですね発見したんですけども、多分その一昨日ぐらいに産んでると思うんですね。で、昨日はですね、オスがここにずっと入ってたので、多分受精してるとは思うんですが、まあ最初の産卵なので、なかなかね、全部が全部受精するかどうかっていうのは分かんないですが、まあ一応ね、産んでくれて、で8個産んでくれてますんでね、これからどうやって発生していくのか、これから、オタマジャクシにね、どのぐらいになっていくのかなというところをですね、まあじっくり観察して、でまた動画にね、してその成長の過程をね、動画にしていきたいなというふうに思います。まあとりあえずですね、良かったですね。嬉しいです。生まれてくれてね、卵を産んでくれて非常に嬉しいですね。まあこれがちょっとね、上手に成長するかどうかっていうのはちょっとまだわからないですが、まあ期待してね、見たいと思います。それとあと、まあついでなんですが、こっちのマダラもですね、産んでましたね。マダラも産んでまして、こんな感じ。これ最近マダラはですね、いつもコンスタントに結構産んでたんですが、ここのとこあんまり産んでなくて、1ヶ月ぐらいかな、あんまり産んでなかったんですけど、また産み始めたっていうか、産んでくれているので、まあこちらはね、もう実績があるので多分大丈夫だと思うんですが、まあもうこのまま放置ですが、大丈夫だと思いますが、藍染めの方はね、ちょっとなかなかまだ、まあ、飼育の仕方に関してもちょっと未知数なので、まあ、どういう形になるかちょっとわからないですが、まあ、期待してね、オタマジャクシになるのを期待して待っていようというふうに思います。とりあえず、卵を産んだよということでのご報告でした。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。
ー。